ワヤンクリのインドラジットインドラジットは、インドのジョージシ、ラーマーヤナに登場するラークシャサ。インドラジートとも呼ばれる。本名はメーガナーダ。ラセツ王、ラーバナとマンドーダリーノコ。芝神のことされることもある。魔術にかけた戦士で、ラーマ王子と父ラーバナとの戦争で活躍した。本名のメーガナーダは、雲の方向を意味する。これは、 メーガナーダが生まれた時以来な戦士の誕生を意味する、雷鳴が鳴り響いたことによって名付けられた。メーガナーダは父、ラーバナが、天界と戦争した時、神々の王である、インドラ神を打ち破り、ランカー島に連行した。インドラジットという名前はこれに由来し、ブラフマー神はこの名を与える代わりに、インドラの釈放を求めた。しかしメーガナーダは、 不死を授かるまで納得しなかったので、ブラフマーはしぶしぶ彼に不死を与えた。これ以降、メーガナーダはインドラジットと呼ばれるようになった。上、メーガナーダの勝利、ラビバルマが。右、インドラジットの最後を描いた絵画1916年が、インドラジットの戦い方は魔術を駆使したものであった。インドラジットは魔術によって自身の姿を 敵の目から隠すことや、ナーガの縄を投げつけて、相手の手足をバックして、動きを封じることができた。このため一度インドラジットの攻撃が始まると、相手は、インドラジットの姿を捉えることすら困難であった。ラーマーヤナでは、同様に魔術に長けたビビーシャナのみがインドラジットを見る、ことができたとされる。それに比べてインドラジットは、相手に、雨のように矢を追いかけることができた。 その上インドラジットは大事な戦闘の前に憎むビラの森で犠牲祭を行って戦勝を祈願し強大な力を授かることさえした。そのためインドラジットはハヌマーンがシーターを探してランカーに忍び込んで大暴れした時もハヌマーンを爆してラーバナの前に引き立てた。ラーマとの戦争が始まるとインドラジットはまずバナラの小アンガだと戦った。この初日の戦闘は ラセツ軍の敗北であり、インドラジットもアンガダに二度も戦車を破壊された。怒ったインドラジットは姿を消し、ナーガの縄を投げつけてサル軍の動きを止めつつ、矢を追いかけ、多くのものを傷つけた。ラーマとラクシマナも身動きが取れず一方的にき傷を負わされた。その上インドラジットが去った後もナーガに締め付けられて、苦しまなければならなかった。ガルダが現れて、 ナーガを追い払って、ようやく解放された。次に、インドラジットが戦闘に出たのは、クンバカルナを筆頭に、有力な将が戦死し、ランカーの敗北が濃厚になった時であった。インドラジットは、ニクムビラの森で、犠牲祭を行い、勝利の兆しが現れるのを見て出陣した。サル軍は地に伏して、ブラフマーの加護を祈りながら、 インドラジットの攻撃が止むのを待つしかなかった。こうしたインドラジットの攻撃によって、サル軍の戦死者は67億にも達したとされる。それを見たインドラジットは、勢いようとランカーに帰還した。しかしサル軍が傷つくたびに、ハヌマーンが遠方より霊薬を運んできたため、息あるものはすぐに回復した。サル軍の攻撃によって、ランカーが炎上すると、インドラジットは、 シーターの幻を作り、ハヌマーンの目の前で幻を切り裂いた。ハヌマーンは戦争の目的を失ったと思って、退却せざるを得なかった。ハヌマーンがラーマに、シーターの死を報告している間、インドラジットは再びニクムビラの森に赴いて、犠牲祭を行った。しかしビビーシャナは、ハヌマーンの報告を聞いて、インドラジットの策略であることを見抜き、 ニクムビラの森を攻めるよう説得した。そこで、ラクシュマナは、ハヌマーン、ジャーンババット、ビビーシャナラを率いて、ニクムビラに急行し、羅ツ軍を圧倒した。そのためインドラジットは、祭祀を追えないまま出陣せざるを得なくなった。さらに、ハヌマーンやラクシュマナは、インドラジットを挑発して、姿を消さずに戦うように仕向けた。インドラジットは、 ラクシュマナと戦ったが、激戦の末、神々がラクシュマナに味方して、かつてアスラを滅ぼす際に用いられた矢を与え、その矢によってインドラジットは倒された。ありがとうございます。